ブランドエクスペリエンス&アクティベーション部門では、まあ、2つのポイントをものすごく議論の核にしてました。で、1つは体験はどこにあるのか、ユーザーに対してどんな体験がどこにあるのかっていったものをすごく意識する。あともう1つ、ずっとこうディスカッションの中で上がってたのはブランドはどこにあるのか、やっぱりその体験だけの目新しさだけではなくて、しっかりとそのブランドを感じる体験だったりとか、ブランドのこう価値を感じる体験、ブランドの課題解決を感じる体験、しっかりとその何でしょうね、体験の目新しさとかその手法だけではなくて、しっかりブランドに根付いたものを意識していました。クリエイティブコマースのカテゴリーはまだできて、歴史も浅いカテゴリーだったりして、まだエントリーもこういろんなタイプの作品があるんですけれども、クライテリアとしては重視したのはコンシューマージャーニーです。やっぱりですね、コマースっていうような冠がついているようにですね、最終的な売り場っていうタッチポイントでのアプローチであったりとか、実際にその商品を手に取る人の心をどう動かすか、どうやって物を売ることにつながっているか、ただそれはですね、決してその何でしょう、売りっていうリザルトだけを見るのではなくて、やっぱりそのクリエイティブコマース、クリエイティブの部分っていうものを意識しながら審査してまいりました。審査会の、そうですね、ブランドエクスペリエンス部門は正直、まあ審査員全員言ってたんですけれども、おそらくその いくつもあるカテゴリーの中では最も多種多様な作品が集まるカテゴリーです。正直メディア的なアプローチもあったり、モバイルデジタル的なアプローチもあったり、ソーシャル的なアプローチもあったり、テクノロジーを使ったアプローチもあったり、ものすごく多種多様な、作品があふれる中で、審査していったっていうのがものすごく、まあ印象には残ってます。来る前、そのスパイクスに来る前はやっぱりその日本の広告業界とか、まあ、世の中もそうですけど、ものすごく AI がトレンドになってた。なんかこう広告系のメディアとか見てても、 AI とクリエイティビティどうやって向き合うのかみたいな議論がものすごくされてるんですけど、すごく印象的だったのは、もう AI の話はほとんどしてません。というのはまだ AI がそのツール、本当にそのツールの一部でしかなくて、まだそのクリエイティビティとして、AI をどうやって活用して、 AI でどうやって人の動かす心を動かすかっていうレベルまで正直まだ達してないんじゃないかなって思ってます。なのでこうちょっとこう小手先のなんかテクノロジーとして AI を活用してますみたいなアピールっていうのは審査員には全く届いてなくて、もう本当にある種ですね、 AI がない時代、昔からのそのブランドだったりとかクリエイティビティの議論を継続してやってるっていうのが印象的でした。まあスパイクスに限らず海外賞、まあカンヌライオンとかも含めてそうですけど、本当にこう受賞作のスケールがものすごく大きくなってると。で、どこまでが代理店がやってて、どこまでがクライアントがやってるのか、なんかこうものすごく曖昧な中で、こう一時期はそのソーシャルグッドだ、パーパスだ、こうエージェンシーのクリエイティブだけでは到底こう成し得ない作品がずらっと並んでたんですけれども、なんかそこからちょっと寄り戻しがあるかなと思ってます。やっぱりその仕事の中で、プロジェクトの中でクリエイティブが何をしているかっていうところの議論ものすごく重視してたように思います。なんかそういった中で僕がものすごく好きで、サポートしたいなと思ったのが、味の素さんの、フライパンチャレンジっていうエントリーのタイトルなんですけれども、餃子の試作、これは本当にものすごく素晴らしいなと思ってます。ユーザーの一人がですね、味の素さんの餃子で、フライパン、自分の家のフライパン焦げついてしまったそう。一人のツイッターの投稿から始まった大きなチャレンジで、50% は味の素さんの企業努力、そのソーシャルのクレームをしっかり受け止めて、自分たちのその何でしょうね、ある種の情熱、製品開発とか改善への情熱っていうのをアクションとして示した。ただそれだけではなくて、やっぱりそのクリエイティブといいますか、 AJC サイドの力っていうのも感じました。やっぱりそのアクションに対してどうやってこうストーリーにしていくかだったりですとか、それをどうやってこう人に届けるかっていったところ、
ものすごくいい意味で、いい言葉の意味でこう共犯関係みたいなのを僕ら時々使うんですけれども、本当にこうクライアントサイドの方とエージェンシーサイドの方、おそらく PR のチームの方がこう一緒になってこのプロジェクトを達成して、世の中に届けていった。でおそらくまだ餃子のアップデートはされてないので、まだこう研究開発途中なので、これから何かしらね、そのソーシャルで、出てきたクレームに対して改善された、さらに最高のパーフェクトな餃子が世の中に出てくると思うんですけれども、クライアントだけでは成し得ない、クリエイティブだけでは成し得ない、なんかそういったこう仕事として僕はものすごく心を打たれて、評価したいなと思いました。そうですね、今後そのスパイクスだったりカンヌだったりとか海外ショーにこうチャレンジする、まあ、エントリーするっていう仕事をたくさんあるとは思うんですけれども、そうですね、一つ思ったのは、まずはしっかりカテゴリー選定をするっていうのがすごく大事だと思ってます。このスパイクスっていうのは必ずしも一つの評価軸で金銀銅を決めてるわけではなくて、やっぱりカテゴリーごとにすごいこう明確なクライテリア、視点を持ってます。カテゴリー選定だったりとか、あとはそのさらに先のサブカテゴリーの選定っていうのがものすごく重要で、本当にそのカテゴリーにフィットしてる仕事なのだろうかっていったところをものすごく見られるので、漠然とこうカテゴリーを選ぶんじゃなくて、しっかりとその自分たちがこうビデオだったりとかボードでプレゼンする内容とカテゴリーが合ってるかっていったところは、ものすごく慎重に選ぶと受賞率が高まるのかなと思うと思います。あとはそうですね、まあ、全体見回してそうですけれども、ものすごくチャンスがあると思ってます。正直なところ素晴らしい作品あるんですけれども、もっとレベルは上がっていくんじゃないかなと思ってます。で特に僕が担当してたクリエイティブコマースみたいなところで言うと、まだエントリー数も少なくて、全てが本当にショートリストに値するかっていうと、結構その悩ましい中で選んでる部分もありました。なのでこうコマースみたいなところは、何かしらの売り方のアイデアだったりとか、コンシューマージャーニーに一つアイデアがあれば、日本のその何でしょうね、海外ショーをちょっと意識したような手口ではなくて、本当にこう現業の延長線上でしっかりと強いものが、強いアイデアが浮かべば全然戦えるフィールドだと思ってるので、これはもう次回も含めて、僕自身へも含めてでもそうですけれども、もっと日本は戦えるんじゃないかなと思ってます。審査された後のその受賞作だけ見ると、やっぱりその素晴らしく編集されたプレゼンテーションのビデオと、ものすごくシンプルに強く表現されたそのボードですね、貼られているボード、その2点に目が行きがちなんですけれども、それ以外のところをしっかりケアするっていうのがこうすごく重要だと思いました。例えばテキストのディスクリプションをしっかり書いておく、それによってこう審査員の中で、ここどういうことなんだろう、ここはちょっとよくわからないよねって言った時に、こう補足資料としてしっかりそれがソースとして僕らにこう戻ってくるといいますか、しっかりとその議論の種というか、その施策をこうしっかりする理解につながるので、すごくおすすめです。しっかりと補足資料を用意しておく。あとはですね、これはまあ僕もそうなんですけれども、やっぱりこう受賞された作品のケースビデオだったり、あとはボード見てると、ものすごく美しく整理されて美しく作られてるっていうものがほとんどで、ただやっぱりそのリアリティっていうところもものすごく重要だと思ってます。僕らも審査の中でですね、ビデオとボードだけじゃなくて、じゃあ実際にその企業のキャンペーンサイト行ってみてどうなってるかなとか、商品系のプロジェクトだったら今どうやって売られてるのかな、売り場ウェブサイトの EC のサイトはどうなってるのかな、ソーシャルのキャンペーンだったら実際にハッシュタグで検索して、そのタイミングでどういったツイートがなされてて、どういったツイートがブランドからされてるのか、意外とですね、そのパッケージング、美しくパッケージングされた表面的な部分見るだけじゃなくて、僕らものすごくリアルを見ようと思ってます。それは決して荒探しではなくて、本当にやってんのやってないのみたいなところの荒探しではなくて、やっぱりそのリアリティを知りたいっていうところから発想してます。なので補足資料となるようなテキストをしっかり書いていくのも重要ですけれども、エントリーの時にビデオとボード以外にもいろいろこうサポートマテリアルアップロードできると思うので、例えばそこでですね、美しくないもっと生っぽい写真をアップロードしておくとか、
特定のツイッターのこうコメントを集めたようなリアルな声をアップロードしておくとか、売り場の写真をアップロードしていくとか、まあケースによってさまざまですけれども、背伸びしすぎずしっかりとそれが実際のブランドワークとして機能したっていうところを伝えていくっていうのは重要かなと思ってます。なのでこう背伸びしすぎず、等身大の部分もしっかり活用できるんじゃないかなと思ってます。カンヌもそうですし、まあ世界的に結構そのローカルっていうのは強いキーワードになってるかなと思ってます。でその時にやっぱりまあ受賞作とか見てみると、例えばインドだったり東南アジア系の女性に関する権利だったりとか、こう特定の国の特定の文化宗教だったりとか、ものすごくこう何でしょうね、個性的な文化背景っていうのがこう目立ってくるとは思うんですけれども、日本にも十分そういったアプローチっていうのは活用できるのかなと思ってます。小さくてもいいと思います。僕が担当したカテゴリーでいうとミルクマンガと呼ばれる給食の牛乳を子どもが飲まないっていう、それもね立派なこう何でしょう、ローカルのイシューですし、僕が担当したカテゴリーでいうとミルクマンガと呼ばれる施策がありました。給食で小学校で学校で子どもたちがなかなか牛乳を飲んでくれない、どうしたらいいか、ミルク瓶に異なるこう漫画のコマをこう印字しておく、牛乳と同じ色で印字しておくことで飲んだ後にその漫画が楽しめる、飲み終わることが楽しくなるし、飲み終わった後に一人一人でのこうコミュニケーションも生まれるんじゃないか、まあそういった施策です。一見ですね、女性問題とか黒人差別みたいな問題から比べるとものすごくちっちゃなローカルの問題にも思えるかもしれませんが、意外とそのイシューの大小っていうのは関係なくて、しっかりと日本にはこういったイシューがあるんだ、だからこういったアイデアで解決しようとしてるんだ、全てが全てイシュー発想でなくて、しっかりとその何でしょうね、マーコム領域のビジネス的な課題から入ってくるアイデアも素晴らしいとは思うんですけれども、一つのヒントとして僕らの生活にある本当にローカルな身近な問題に対してブランドが何ができるのかっていったところは現業においても持っておくといいんじゃないかなと思いました。僕も若手の頃そうだったかもしれないですけど、なんかACC っていうある種の戦場とカンヌスパイクスっていう海外賞の戦場って一見全く別物だと思うじゃないですか。で、日本のマーコム領域のこう現況っていうのはなかなかこう外で戦えないし、外で受賞してるのってなんかこう海外賞狙いでしょみたいな正直なところある。ただ最近やっぱり変わってきてるし、僕が一番こう受賞しててかっこいいなと思うのはその垣根がないものだったりするんですね。今年の受賞作これから発表されますけれども、その中にはしっかりと国内 ACC で評価されているもの、それがちゃんとグローバルでも通用してるっていう受賞作がたくさんあります。なのでなんかこう海外賞だ国内賞だってこう隔たりを作るんじゃなくて、こうものすごくクリエイティブで何か課題を解決してやるんだと、もう大きな戦場の中で捉えて、でぜひですね、こう ACC で何かいい結果が出たってなったら、じゃあそれを海外の人にプレゼンしたらどうなるか、ぜひともチャレンジしてもらいたいなと思ってます。エントリー作品とか見ててもですね、僕もACC 全部チェックしてますけれども、もっと戦えるし、プレゼンテーションするだけで何かこうメダルにつながるっていう仕事もたくさんあると思うので、なんかこう別の競技と思わずに一つのマーケティングクリエイティブのアイデアの祭典と両方を捉えてやっていくといいんじゃないかなと思ってます。なんかいつかね、こう海外賞狙いみたいなワードがもうそもそも僕らの頭から消えるといいなとは思ってます。